フットボールクラブ那覇は、沖縄県那覇市をホームタウンとして活動する、社会人、サッカークラブである。FC、那覇原監督の中村博之と那覇高校サッカー部、OB によって、ヒ川クラブとして創設、その後フットボールクラブ那覇へ改称した。2005年、沖縄県リーグ3部南ブロックを制し、沖縄県リーグ2部西ブロックへ、昇格、2007年に、 沖縄県リーグ一部に昇格した。2009年には沖縄県リーグを高成績で制し、九州各県リーグ決勝大会に初進出。この年は1回戦で、熊本県教員宿友団に敗れたものの、この翌年も同大会に進出。開放銀行 SC との入れ替え戦まで進出するも、0から2で敗れ、初の九州リーグ昇格とはならなかったが、 急速かつ着実に力をつけていることを証明した。2012年、九州各県リーグ決勝大会に3度目の出場。決勝で、中津サッカークラブに、PK 戦にまで及ぶ人を制し、ついに、九州リーグ昇格を手にした。九州リーグでは3シーズンにわたって在籍したが、2015年にリーグ再開となり、沖縄県リーグ一部へ降格した。2016年、 沖縄県リーグ一部で2位となったが、優勝した沖縄国際大学には、九州各県リーグ決勝大会の出場資格がない、ために、繰り上げで同大会に出場。準決勝で、熊本県代表のダイナマイツヤツシロに勝利し、決勝に進出したことで、1年で九州リーグへの復帰を果たした。2017年は、九州リーグで PK 価値を含めて2勝しか挙げられず、11、 チーム中再開で再び沖縄県リーグに降格となった。AB 本来であれば決勝に進出したことでは昇格クラブは決まらないが、この年は九州サッカーリーグ10位の鹿児島ユナイテッド FC セカンドが活動を終了したことに伴い、決勝は行われるも入れ替え戦は行われず、決勝進出の2クラブが自動的に九州サッカーリーグに昇格した。ありがとうございます。